皆さんこんにちは。 CF ネットの藤原でございます。今日の一言なんですけれども、弊社港南台本部はこの度ですね、床面積広げまして、増床することになりましたものですから、来週の火水で引っ越しをします。で、今日はですね、その広がって、拡張した部分の店舗のご説明をしたいと思うんですね。でまずレイアウト、こちら見てください。これはですね、現状 の4階のフロアプランなんですね、ビルので。ここ見ていただくと分かるんですけど、407と408の1が CF 熱となってまして、今のところここがこの2つがですね、港南台本部と言われているところなんですね。でお客様の入り口はまあこの辺にあるんですけれども、今回拡張する店舗はですね、ここからずっと廊下をどん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 歩いていただいて、この突き当たりまで来ます。で突き当たりまで来ましたエレベーターを使って5階に上がっていただくという形になりますので、今からそのお部屋をですねご案内したいと思いますので、ちょっと見てみてください。ではエレベーターに乗りましょう。こちらエレベーターですね。ここで4階から5階に上がります。はい、エレベーターに乗ってみましょう。で5階をしますとですね、5階にはもう509-3で CF ネッツともなってます。でこの場所についてですね、初めてお越しになる方、迷わないようにこれからご案内しますので、エレベーターを降ります。エレベーターを降りますと真正面にですね、河合塾っていうのがありまして、これを左に曲がります。こちらですね。で英会話学校が右手にありまして、それで突き当たりですね、突き当たりこちらあー CF ネッツ、それからライフデザイン、それから南青山建築工房となっておりますので、こちらが新しい店舗ということになります。じゃあちょっと中のご案内したいと思います。はい、どうぞ。これが新しい店舗の中になります。まだ家具とかですね何も入れてないんですけども、ご覧いただくとおり結構広いんですよね。それでこちらの方に来ていただきますとですね、非常に眺めがいいですね。今の現状の港南台本部よりも非常に眺めが良くなってましてですね、ますます気持ちよく仕事ができるのかなというような感じなんですね。それでこの店舗をですね、実はこのような形でフロアレイアウトを考えておりまして、こんな感じですね。で、大体この辺からこの辺からこちらの辺はもうお客様の個別相談コースになります。今何もないですけれども、ここに計画では6スペースのですね、接客ブース、4人掛け6スペースの接客ブースを増設する予定です。で、パーティションで切りまして、こちらがですね、スタッフの控えということになりますけれども、こちらの方が、本社営業部と、それから保険事業部と、それからあとは南山建築工房と、その3グループがですね、こちらの方に入られています。で、着々とですね、今引っ越しの準備をしておりまして、来週の火曜日、11月の8日にですね、本社社員一同出てですね、4階から5階への引っ越し、で5階のこの5階のこのフロアのですね、新規設置、それから4階は4階でまた模様替えをしますので、4階の新しいフロアプランを構築してですね、休み明けの木曜日、11月10日になりますかね、11月10日からですね、もう皆様に使っていただくような形で、今着々と準備をしております。ですから今後ですね、こちらはですね、先ほどご紹介した接客ブースですね、こちらは個別相談エリアであるとともに、こちらで今後ですね、本社営業部の方で、ミニセミナーをどんどん発信していくような、打ち合わせを今しております。で11月10日になりますと、引っ
引っ越し記念じゃないですけれども、そんな形でですね、本社営業部の方でも、いろんなミニセミナーですね、相続ミニセミナーであったり、それから自宅購入ミニセミナーであったり、それから不動産投資ミニセミナーであったり、それから保険セミナーであったり、あとは南山建築工房がありますので、建築セミナーであったり、いろんな種類のですね、ミニセミナーをこちらのスペースから発信していくことになるかと思いますので、どうぞ皆さんどんどんご来場いただければと思います。で、11月10日以降はですね、個別相談のブースということになりますと、4回ももちろんあるんですけれども、こちらにご案内することもあろうかと思いますので、迷わないような形でですね、ぜひお越しいただければと思います。ポイントとしては、河合塾があって、シェーン英会話があって、付き合う今の江南大本部の位置と真反対の位置になります。今日の一言はですね、増床間近の江南大本部の増床スペースを、皆様にご紹介させていただきました。たくさんのご来場をですね、社員一同お待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。